どうもジョルです。イカレの鉄拳、前回の続きからやっていきたいと思います。じゃあ同じ前さんから。俺からの。え？お、ああ。そうか。通しながら。そう。全部。まだどこもあるじゃん。あ、まだあるやん。かしら。どれかわからへん。あ、だから死ぬ前ずっと俺かかりとおりやん、もうずっと。おう。強弱。強弱。あ、横行った俺と出会うで。横行った俺と出会ってマジで。俺横るのほんまに。まあ俺がやるもんないけどな。俺降参するから。もし来たら。うわスケルトン。いやこいつ強い普通に。いや前攻撃してたしな、うん、一人でこっち攻撃普通に。ああ結構きついやばいな。これ攻撃してたカウンター死ぬからなこれ。おおお、なかなかやな。690こいつ攻撃バカ高いからやっぱカウンターされたらそれが痛いな。うわあ、一気にレベル上がるやんこれ今初めて。おお初めての先手はあれからやばいぞこれ。あれそうでもなかった。だから3000円とかやもんね、稼いだ経験値が。あ、そうなん。うん。おいける。いけるな。けどなんか。回り込まなかやな。せやねん。そう。ん？下行かへん。あれ？あ、通れないわ。お、行ってもだ。落ちた。まあ、ええわ。まあ、レベルアップするやろ、もうすぐ。かな。うわ、またこいつ。スケルトン出た。こいつコインやってマジで。まあ、よいしょ。あ、でも死んで金ためよう。うん。あ、死んで金もらおう。あ、それがいい。防御したやん。うん。もう大体分かっとったけどな、お前の魂胆なんか。そういうな、でも死んでそういうな、グラがあるやつ、やっぱこういうふうにな。いや、でも死んでもいいの、確かに。こういうふうにやるんやで。ようできた世の中、こういうふうになっとうから。横島の考え方を持っとったらこうなるんや。死んでもええやん、でも俺はもらえるももらうから。あ、ラッキーラッキーラッキー。1個失ったことが2個持っとったことだっけ。いや知らん、俺の宝なんか元だと知らんかったもん。おお、ラッキー。ほうほう、みんな金持ってへんやん。なんそれ、しょうがない。誰も持ってへんな。うん、どんまい高いったん。俺もあといったんか。そうなん、うん、俺最下位やもん。俺1やな、借金しとく。1やな。コンピューターも見えへんっていう設定で動くんかなかな。これでもドカボンド1人でいけるやんもう。うん、どこそや。あ、でもモンやばいぞこれ。エボラより使われたら多分死ぬぞ多分これ。エボラあれやもんな、毒と違って死ぬもんな。うん。おお、いった。おお、降参するんだ。降参した。でももらえるんじゃん。落とすときて落とさないときあれで。うわ痛いな。無駄でしかないな。でーん、俺さ、ほんま仕掛けて聞きよんな。うわ、回復した。村デロン。あー、そっち。うわ、全モンスターのあれ回復したか。あの人も HP 減っとったからな。ナイスさん、動かれへん。直しに行った。おお、そりゃ直すやろ。いいとこ、直ったらまたかかれへんで。そうやな。だから全部あれやったこれ。あれ、死ぬまでちゃうやろ。え、死ぬまでやと思う。だって同じ状態にかかるわけやから。クゼカ一等しやお前。この次の一等しだけど、呪い取り付き。呪いと取り付きやばいよな。うん、まあ、頑張ってほしいところやけどな。多分かかれやんな、また。よっしゃー、もう一回金もらおう。1万9000もらって、もう一回ブーカーツ。よーし。みんな心に。ペイ。クライパー乗ってくれよ。6。6、ええな。まあ、下取れないわよ。カジノ。おっ、あ、ちょっとお金持ってない。1000。あ、まあ、カードしか持ってへんわ。預けてもた。うわ、使わへん、ここカード。あれやん。ペアペア。あ、これ一番おもろいやつやん。これ一番いいやろ、絶対。これやりたいわ、俺も。アイテム。あー、微妙いな。アカジックか。お疲れやな。あ、お疲れや。ゴールド。あー、あー、トレジャー欲しかったとこやな。ハッピーセットあるもんね、トレジャーの中に。たまに。おー、晴れた。早っ。3枚使えるぞ。3倍でかいな。でかすぎる。まあこれ全部ボス狩りしよう。うん、これかしよう。やっぱこれ死ぬけどな、もうすぐこの石でやったら。ボーンウォーリア。あー、勝った。レベルアップするんじゃん、そろそろこいつ弱いから。
でん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 。いやスコップ硬いな、ほんま。なかなかしないもんな、やっぱこういうコンピーって。な、堅実やからな、生き方が。一番死んの誰なの？誰なの？俺なんちゃう、やっぱ俺かな、一番死んの。あんな無茶しとったな。やったね、スコップさん。何が来るかや、次。顔倒した？顔めっちゃおるやん、うっとうしい。もう勘弁してくれた。倒されへん。蚊が一匹おるな。発動したやん。うっとうしいねん、これ。お、これ多分死ぬまでだよ、多分これ。お、お。だって、恨み殺しって書いてあるから、殺すまでって言うんだよ、多分。毒、毒、毒、毒。毒にしてくれ。うわ取り付きや。これきついな。ん？使われへん。あ、取り付かれたら使われへんねん。え？取り付かれたら使われへんねん、これ。へぇー。多分そういうことや。だから使えへんのことはそういうことや。やばいな、取り付き。戦闘中も鬱陶しいし、フィールドでもやばい。使うなら上位互換やん。そやな。直されへんし、しかも。しかも直らへんやん、取り付きって絶対。ターンでは。もう死のう、ほんま俺。決意した。恨み殺しから死ぬしかないと。うわ、取り付かれた。やばいやばい。死ぬことすらできんかった。お、金も金ないもん、俺。あ、そうだ、こいつこれするんだ。まあでもたまに殺人来るけどな。強っ。もう死んだんやん、俺。700円やったかな。結構もったいないやん。もう早く殺せやん、こいつ。うっとうしいわ。取り付けえぐいな。おおう。あー、悪さ、行きたい。来たよ。復活してった。あざっす。ちょうだいちょうだいちょうだい。そうなんです。あ、お、え、え、よっしゃー、来たー。それはずるい。よっしゃ、そして来たー。俺のこれやん。お前のいかへん意味ないから。1,2,3,4。 あ、いかへん。くそ、なんか上もあるんか、こいつ。ないよ。卵みたいな戦い俺しんどいやん。お、アイテムめっちゃ持っとるやん。いや、アイテム全部奪われへん。うん、でも何個もらえる場合の人だよ。じゃあ行こうかな。よーし、行こうっと。おーい。しかし。もちろん行くよ、それ。バトルや、バトル。そりゃ行きますよ、僕は。もちろんのことし、卵ビーターは後で置いとこう。一撃で叩き寄せへんから。俺前さん行こうかな、じゃあ。どこから、じゃあ、どんな格好で。おい、来たあれ攻撃できるやん。たまに取り付きがあれなのな。え、どうなるんこれ。もう知らんけど、まあ俺 HP400 あるからな。400。まあこれで勝てるやん、間違いなく。HP 回復する気なんか、エネゲットでもしかして。知らんな。どうなる。あ、いけるわ。おー、よっしゃ。 HP 高いな、やっぱり。これ来たよ。まあ、魔法消すでもいいんやけどな。魔法消す行こうかな、じゃあ。やるやん。まあ、カオスカークリスタルコーン、絶対お前ダウンで魔法防御してると思うんだ。多分。かわすとこにかけとると思うんだ。お、マジか、呼んだ。お、お、マジで。おっしゃ、殺した。でかいぞ。うざー。殺したらでかいこと知ってますからね、僕は。何するんやろ。よっしゃー。あ、死ぬんや。経験値もらえるんちゃう、しかも。いや、でも、経験値一緒やろ。レベル19やろ。いや、俺、1レベル低いから。くそ。じゃあ、レベルアップさせてもらいます。ごちそうさまです。うん、ふーん、グヒグヒやったぞ。アイテムか、お宝や。うお、しかもラッキー来た。うわ、ラッキー。マジで賞金マミシェルター奪いました、なにこれ。1ぐらい上がりそうやな、防御は。3つか、いらんな、3つ。やっぱ一番ダメージくるの装備かなって思うんだ、俺は。もう確かにな。あー、これめっちゃいいな。誰や、木の鎧。あんまり強そうじゃないな。うん、でも強いみたいな。うん、すごい喜んだ。あれは武器ぐらいだったら。あざっす。まあそっちで攻撃したからね。行ったまでですよ。挑発乗ったの？あそこで死ぬだ、お前。挑発乗ってやったぜ。全部読んどったんやな。HP 上げててよかったよ。6。え？いけたー。マジか。みんなが争った間に。うわ。悔しいわ。先行。くそー。まあ、攻撃でこれ200いくよな。いくな。うん、間違いないよ。
こいつ弱いな、この悪さ。きたー、うわー、えぐいわ。331、俺10にはないんや、2位なんかな。ありがとうございます。これえぐいな。でもレベル上がったっけ、結局上がってもらってんかな、経験値レベル上がってもらわへんみたいな。デビランの特権みたいな。攻撃43000。あ、でも俺懸賞金に4万もらえたらでかかった。ありがとう。あれほんもありがたかった、お尋ね者で。スピードの、お、ご褒美マイスターを取ってなかった。俺何がいいかな、ご褒美。俺お尋ね者なんかほんま忘れとった、すっかり。はい、お、モノ、あ、3倍持った、あの、あいつが。やめろやめろ、よかったじゃない。ありがとう。来てないと思う、多分こっち、こっち、裏ミニウム。うわ、めっちゃ出るわ。やば。どっちも同族してやばいぞ、あれ。裏ミニウムはまだマシだとしても、こっちこっちに同族してやばい。ほんまに。脅威になれた、ほんまに。全プレイヤーが、タカを殺さないレベルになれた、ほんまに。いや、ほんまそれなれや。正面されるしかない。いや、独走達成いくからね、ほんまに。おい、よっしゃ、2位探す。グラドシーンでも3つとか、もちろん、やばいからな。お前の最下位、俺。いや、確かに、はマジでやばい要素、はらんどるで。まことに残念でしかなりません。忘れとったわ、それ。俺も入っとったわ。え、ここ最初のとこやん、一番。ほんまや。あいつどこ行っきょんねん、マジで。あ、こいつや、また。こいつ倒されへん。いや、わからんで。言うても。あ、弱いねん、こいつ。借金やばい。おぉ、もう何もできひんやん。どうするん、こいつ、ほんまに。4枚使う？え？え？使って何するん？悪さ？近くにいてんじゃん。悪さ無理やろ、今から。また銀行。銀行か。あ、金を回収しすぎるやん、多分。集金する。集金のプロやからな、こいつ。おぉ、めっちゃあるやん。こいつあれやん、2章も全部こいつやん、ほとんど。毎日だから増えてっけよ、ちょっとやつ。やばいな、銀行って。3ターン長い。村って、結構価値あるな。せやな。くそ。多いな、戦い中に。そやね。能力発揮。しかも俺結構やばいな、ピータンって。なんかそんな気もする。くそ、やばいな。くそやな、ほんま俺。よっしゃ。何の魔法が、え、魔法消す。でもまあ結構食らうときもしっかり死なんの、食らって死んだ、オッケー。マジで、おー、強い。ふーし、よし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 、なかなか魔法上げようってよかったわ、これ。そやな。え、レベルアップせえんの、またこれか。通れないやばっかり。ちょっと通れないわ。いや、いいんやけど通れないわ。確かに使い勝手まあそこそこいいんやけど。お、カジノ行きたいわ。うん、俺も行きたい。一撃当てたい。10万で一回行きたいな、ペアペアとか行ったら。10万のペアペア行ってやばいやろな。金ないわ、どこ行こう。お、パペルス。パペルス。こっちはパペルス。まあ見てみよう。ハーピーじゃん、ハーピーのなんかじゃん。上のやつじゃん、確か。ちゃかったっけ。悪魔強っ。防御110。あ、でも魔法が、あ、でも魔法も高ないから。微妙そうやな。あ、加点ごとないんじゃん。プラズマラ。経験値弱いわ、でも。あんま意味ないと思うよ。1000円も経験値。普通の敵と変わらへん。まあ、村も欲しいな。まあ、行く価値は薄いけどな。まあ、行かれへんやつか。あ、行けるわ。下から行くんか。正直、アイテム屋行きたい。ここら辺おるか。お、なんやなんや。なんや。おー、この音楽まだ。お、あ、懐かしいな。おー。こんな。ん？はーい。終わった。謎の作人イベント2ターン前やったよ、うん、2ターン勝負したな、あのイベントで。めっちゃ無駄やったな。もしかしたら、タカが白鳥の村、奪われたんじゃ、誰かに。多分。だからあの、ったんじゃ、ぽいやろ。タカの村じゃなくなったみたいなのがあるかもしれん。スコップ地道に。こいつ、お、豆シェルター。これなんだよな。豆シェルター。見てみようかな、資産で。マイスさんが奪えたからな、豆シェルター、確か。あ、死んだわ。めっちゃ勝負した。名前なんとかしたいな、早く俺も。名前誰？初めてなの。もう意味が分からへんから、ね、もうマジで。じゃあ、ドカポン初心者ですっていうことやろ。カジノ行けるやん。いける。カジノや。しかも、え、こいつ弱っ。素早さ。いや、俺、絶対勝てる。魔法持っとるもん。ほんまや。もうレベルアップしようか、まずこいつで。レベルがなかったし。死んでも大変、ここで。よーし。負けでも大変。しかも、村が結構役立つこと俺知ったしな。何が役立つ？な、集金やばいな。集金やばいな。だって3万5千取ったやんね。やばいな、うん、2勝で3万5千円やから銀行行きするだけで買わされる、買わされる、買わされてもだからもう俺も魔法やから、俺魔法買おう、マジで魔法強えわ。
しかも結構俺魔力高い方やし、よくよく見たら。何番ある魔力今。俺勝手に魔力1ずつ上がっていっとったから、魔力上げへんかっても勝手に上がっとんやな。何番ある魔力28ぐらいある。高いな、うん、だから俺だから守備上げてへんやん。その分だから他の能力が全体的に高いんで、守備1回も上げてへんからな。勝手に能力上がったでしょうから。ほう、上がってへん、レベル上がってへんやん。なにレベル上がらんの、マジで。そうきた。お、ほうほうほう。まあいらんねんけども。たかこっちこっちにえぐいな。あれ今どんな能力なの今。一応9999じゃないやな、こっちこっち。最強は最強は。でも、ウラミニウムって、どこにでも置けるの、それって。無理なの。ちゃうやん、無理やん、それ。へぇ。そうなの、どこにでも置けるか最強なんちゃう、これって。ウラミ系の、ちゃうん。ちゃうん。え、使ってない。使ってない。使わない、絶対。使いどころ迷うがな。1。銀行。銀行意味ないから。お金でカジノのお金下ろせるで。ほんまや。いや、ほんま、ただ下ろしとかへんかったら、ええんか。まあまあ。まあ、ええんちゃう。さっき。死ぬか勝てるか。さっきこっち行っとこう。ゴーレム勝てる。ゴーレムプラズマ勝った。お、こいつ通しやつやで。ピータンや。プラズマ勝った。プラズマ勝ったやん、ね。プラズマ勝ったじゃなくて、プラズマを勝ったってことか。うん。プラズマ勝った言うから。こういう技の名前なかった。微妙やね。微妙やな。微妙やな。いけるんかこれ。俺28で。だって俺28で200ぐらいで。まあでも、やってみまあ攻撃の方がええんちゃう。いや攻撃絶対食らへんで、こいつ。めっちゃ強いで、攻撃。防御。115。あ、いけるやん。あと一ターン。お、頑張ってん。全員ダウンやろ。そうやな。全員ダウン来るで、絶対。全員ダウンの、結構エグいやん。こいつ全員ダウンしかせえへんな。たまーに視察するで。うん。俺も視察されたで。多分、全部の全員なくしたら視察してくる、こいつ多分。おー。俺が思うんや。俺ゼロになったら視察したもん。うん。だから、正直にゼロやったらこいつあれってことやん。必殺系。まあでも必殺しても大したもんない。そうやで。攻撃効くから。まあ、鬱陶しいキャラであること間違いないな。そうやな。アマゴンピータンが。まあ、魔法が高ければ倒せるけど。俺魔力上げとってよかったし、マジで。後半になって魔力が生きてきてほしい。なんかあのたまに上がっとった。今まで全く役立たなかったけど俺。ちょっと魔力上げよう。俺も魔力強い。俺も4ずつ上げていこう、ちょっと。え？俺も上げていこう。でも俺1ずつ、あの、1個、勝つで。勝つぞ。スピードのな。いや、スピードもでも結局役立つとき役立つで。だって当たりになるもん。後半になれば。もう100とかのやつでいくからな、スピードが。だってまあ、スピード高かったら買わせるしな。うん、そうやね。フィールドマンをかわす可能性あるからな。だから結構役立ったりするときあれやろ。でも、スピード4振る勇気ないんやな。まあ、特化せない意味ないもんな、結局は。中途半端にさ、あ、でもたまにこう避けるけどな、ほんま中途半端に。攻撃と魔法弱かったら勝てへんやろ。まあ、そうやね。スピード速くてかわせてもな。うん、そこがあるんやって、普通の手。まあ、守備やからな。防御とするやつは結構、守備系の、でもアタックするのも役立つけど。あと1ターン。まあ、そこも絶妙やな、これ。全部の能力がいるやん、これ、結局。そやな。うん。いらん能力がないってないもんな、これ。こういう時出したいも出せるわ。ん？ん？なんもねえな。ただレベル上げたいんだマジで俺もう。レベル上げよう。もう絶対レベル上がるわ。こいつ邪魔やな。こっちどこかじゃ。うん。あ、これアイテムは行こうってか、俺アイテム買ったから。あ、ミスった毒沼、ああ、ミスった。なんやねんそれ。でもレベル上げたいんやって俺。くそ、誰や。お、な、な、何やつ。これ、ええやつやね、確か。ガーディ読んだ、読んだ、読んだ。めっちゃ読んだね、俺。おおおおおおお、払う、払う。え、高っ、高すぎるぞ。よろしいコース選ぶね。お、何してくれ。帰られへん、帰られへん、帰られへん。一週間。ん？めっちゃ強いやつやろ。なんかわからんけど。守れちゃうだろ。用心棒来たぞ、なんかよくわからん、用心棒。ラッキー、ラッキー。あ、今俺、用心棒いるんかどうか微妙なんやな。確かにな。デビラーマンと来いよ、あいつ。あ、どっち勝てやな、デビラーマンとあいつで。うん。微妙なとこや。で、用心棒ぐらいから強いやろうけど、そら。デビラーマン最強やからな、一応。ドラゴン信用の中では。しかもあいつめっちゃ高いな、雇うの。高いな。あいつどんだけ金取るの、ね、おっとった以上にぼったくりやったな。うん、ああいうって大体タダでやってくれるはずやん。めっちゃ金取ったやつだって3万からやんか、引いてるコースが。しかも1週間だけっていう。意外と現金なやつやったな。6万でやっとあれやもんな。3週間魔人剣。魔人ブーディ。よし、攻撃。魔人ブーのただの無難なとこが出たら、うん、うん、無難にや、無難にポイポイ着実に、うん、次は抹殺していると、うん、それがタカのテーマやからな。一歩ずつ一歩一歩確かな道を歩いていく、一歩ずつ行くと、あ、石橋ただで渡るから、トントントン、おい、誰が倒しに行かなあかんや、一緒やもんな。え、俺ゴロゴロ、おお、そういう効果な。へへへへへ、
俺も食らう。14。これだけ？ブーディって魔法から守るだけなの？そうなんかな。いや、また。そんなんで3万払ったんか俺。また村。魔法されへんかって意味ないやん。マジで意味ないやん。結構3週間って長くない？3週間やったら。1週間で、あ、3週間？これはこれ。あ、確かにな。長いな3週間確かに。21か。そうやな。21か順が行動するときもできてもか。戦闘中にあれやったらいいけどな。1週間やろ？俺1週間。だから7日間ってことやな。一回終わるかじゃあ。そうやな。え、何これ？え？え？やば。え？やば。一回死んだのにまだ来る？マジで？なんなんこれじゃあ。いつ倒る？もう全部かかるまでじゃん。やめろ。もう全部かかるまで。次呪いちゃう。あ、ほんまや。これで終わりじゃん。多分。ちょっと待ってこれ。終わった。マジかこれ。あ、でも直してやん自分で。四五。え、金持っとん？ないや金。お金がない。え？で打ったんやな3倍とか。もうそれしかないで。呪いって何倍直せよ。いや、とりあえず全部で2500円直せれば1500円ぐらいだと思う。ちょっと高かったはず。1500円ぐらい。1500円やと思う。あ、そうやか。アイテムやとか言って。あ、魔法屋行って、それ売るかやな、魔法屋のやつ。魔法屋？うん。魔法屋とか魔法のマスよ。行って魔法を売るかどうかやな、武器屋で。いや、そんなんかめんどくさい。もう一発で行きたい。うん、じゃあ一発で行かんたら、まあ、敵倒して。あ、ボスターさ、2000円ぐらいもらえるんちゃう。いや、ボスター死ぬかもしれない。あ、ほんまやな。呪いやな。あ、そうか。じゃあもう無理や。じゃあもう普通にもう。行くしかない武器屋。3万円とか売るしかないんちゃうんじゃん、普通に。カジノ。カジノ。お金ないか。無理やね。もう、教会でお尋ねもらって入られんのやったっけ。お尋ねもちゃう。でも今、やられたから。お尋ね直っとるやん。あ、襲う気やったん。そうそうそう。入られんのかな。いや、わからん。入られんのかもしれない。でも入れるんじゃん、お尋ねんの。わからん、それは。店入られんのは書くけど、教会入られんのかわからんな。そうやな。微妙なとこやな。やめてこ。多分入られへんと思うから絶対。ブーディーなんか別に役立たへんねんけど、まるでどないせえねん、この HP29、39でも。戦うっていうやん。お、アイテムや。金あるもんな。いや、俺金でも3万使ってんの。もう1点もあるやん。あと2万ぐらいはあったはず。3万結構エグいとこ飛んだな、マジで。回復剤を買ってんやん。それはほんまに。よしだよ、買って。鑑定いけるんじゃん、俺。なんでないやん、俺。お宝ほんまないな、俺。いや、これいるわ。必需品みたいなとこある。必需品だね。まあとりあえず回復剤。お、いつも半分回復。大払い棒、まとく消えるんです。こう。ん？戦闘起こらへんやな、これ。すげえな。へぇ。そんなんあるやん。3番やな。ほうほう。やめる。襲っても一緒やからな。アイテム家のないからな、襲っても。てーん、出るでってん。くらいやがれー。ふにゃふにゃ。くらいやがれー。あれ？懐かしいな。草薙京のくらいやがれー。懐かしいな。こいつらザ・ストリート・オブ・ファイター。おぉ。ザ・キング・オブ・ファイターか。恨み殺し、ほんま恐ろしいな。ただいいか、俺にこちこちに使ってってよ。どれくらい食らうか見てみる？うん。どれくらいの高いのこちこちに。俺の魔力高いけどさ。23。あ、弱いな、やっぱ。おぉ。あ、そうでもないんやな。魔力高くなって意味ないんや。こっちは？174。なかなか強いわ、結局でも言っても。まあ、いっか。死ぬわ、この先。昔こちこちで最強だったんだ。いきます。うん。990が最強。あれはさ、ダメージ的にはこちこちが最強だったんじゃん。グラドシーンを確定したかったやろ。グラドシーン全員や。うん、全員や。うん。あ、洞窟とおらへん限り、多分死ぬやろ、確か。またピーターんや。こいつ、うっとうしいもんな。一旦倒せんっていうのがやばいわな、こいつのうっとうしところは。で銭取ってくるしな、うん、もう長いしなこのエフェクト、うん、もう下でやっとったんやもういっぱい。そやな、まあ、たまにカウンターするけどなこいつ、うん、俺跳ね返されるそれは全員やろな。カウンターの可能性ないやつはおらへん。まあどっちを選ぶかやな。タカが1ターン2ターン倒してみるか。堅実に行くんか。死んだらまあちょっと冒険してみようか。えぐいけどな、うん、失う可能性あるからな。恨みニウムとかのこっちこっちちょっと冒険してみたらいいんちゃう、うん、ちょっとあれ？ボーグされた。初めて魔法グーフした、見たわ俺。すごい運やな。やられたし。31。飛びた。また微妙なとこやな。あ、倒されへん、攻撃で。そうわ、タカきついとこ行ったな。ミスや。変なことしたからな。タカ変な、ちょっと調子乗ったからね、ちょっと。ちょっとやってみようかと思って。だって今まで魔法防御してこへんかったやん。それ
やっぱちょっと上手だから。ちょっと冒険しようとしたら失敗するタイプ。結局上がんねやっぱり。なんか冒険でいつも失敗する。剣術だったらやっぱ A の転がり込んでくるから。剣術は壊さずに。うん。またお宝こいつ取ったんじゃん。金集めないのこいつも金がないから。いやちゃう。金は銀行で集めるからこいつ。絶対お宝や。お宝や。ほらほら。デジステ？デジステ？こいつめっちゃ持っとるな。見たいなこいつのお宝。お宝って一個ずつしか奪われへんのでかいな。おお。そうやね。ほんまそう思うわ。お宝。自分でゲットしたお宝。ハッピーってやばいもんな。お1ずつ上がるもんな。でもあれ最下位でハッピーセットの効果入れるってやばいな。おお。あれあんなあったやんな。あれよほど運営やろね多分。いいやんでも普通にな。おお。マグネラとかそっち系マグファイとか。やばい。これやばい。これええと思うわ。普通に魔法の鍵持たんでいいわけやから。おお、めっちゃ弱いな。お前に取られたから。もう俺、マシさんに9万取られとったからな、それまでに。あれ、痛かったわ。恨み殺しでも結構やばいな。やばいな。直していってたから、5回ぐらい直さなあかんってことやろ、合計で。境界ひまくらなあかんな、あれだから。あれを告白、克服するには。全部もう一緒にね。多分これで終わりや。せやな。次なかったはず。うん、ぽいな。これ次ついたらやばいけどな。もう多分ないと思うで、それ。うっとうしいな、これ。恨みニューもだから相当うっとうしいやろな、あれ多分。ほう。めっちゃ長いってことだ。だから、ひだしたら普通に落としたと落ちてるかもしれんで、あれ。当選もしても出たから、通れへんもしてもたら、一人。ほう。そいつのターンずっと削るみたいな。そんなんあるかもしれへん。確かに。言ってもデビラーマンのやつだからな、あいつ。あれ、えぐいよ、デビラーマンのやつだから。やばいな。俺、次どうしようかな。視察かな。嘘。行くん。冒険する。冒険する。マジで？お、ボスいけるんじゃん。なんかこいつ弱かったっけ？ちょっと強いんけ、こいつ。あ、でも魔法弱いだ。あ、いける。お、いける。俺、いけんねん、こいつ。よし。魔法も全然ちゃうな。魔法元とちゃうな。いや、ほんまちゃうわ、魔法元で。なんか、選択肢がなんか、ごっつい色かった。あ、しかも20分。いいか、終わろうじゃん。終わろうじゃん。こいつかっこいいやん。かっこいいマシやな。はい、というわけで一旦じゃあ、20分来てるね、終わりたいと思います。ありがとうございました。